生鮮寮甲府生鮮寮の一生鮮寮は、山梨県北杜市高根町清里にあり、キープ協会により運営されている宿泊研修施設である。濃厚なソフトクリームが有名。標高1380メートルに位置する。生鮮寮は、現在では、ロッジ、コテージ、レストラン、キャンプ場などを有する宿泊、研修施設であるが、建設当初の1938年は、清里開拓の父と呼ばれる、ポール・ラッシュが指導したキープの一環としての、日米教会青年活動によるキリスト教研修の中心施設であった。当時まだ貧しかった山梨県のこの地に、大きな可能性をもたらし、キリスト教信者のみならず多くの人を引きつけた。生鮮寮という名称は、1937年秋に現地を視察した立教大学の高松浩二教授司祭により名付けられた。高松は、キャンプは清里駅から登っていくが、地盤は大泉村に入っている。それなら、両方をとって生鮮寮としたらどうかと提案したという。キープ農場八ヶ岳の南麓に広がる清里高原は標高1000から1900メートルにわたる火山斜面で近代には原野が広がっていた。本格的な入植が始まる1938年以前の清里高原は年上毛原山と呼ばれる周辺11カ村の入荷林野であった。小河内ダム建設に伴う1938年の水没者28戸62人の入植を皮切りに、戦時中、戦後も疎開者、引き上げ者などによる大規模な開拓入植が2度あった。八ヶ岳火山斜面は pH3.0 から 4.2 の強酸性であり、栽培できるものは、ソバーはヒエモロコシなどの雑穀と、ライ麦、馬鈴薯、大豆、小豆などの自給用作物に限られていた。石灰を撒いて中和しても効果は、ほとんどなく、栄養失調や過労で倒れるものも多かった。同じ頃、アメリカ人、ポール・ラッシュは、聖アンデレ同胞会の夏の収容道場で、キリストの国を日本に広げるための青年リーダーを、清里で訓練したいとして1936年暮れ頃から、山梨県庁と用地交渉に取り掛かった。ポールは、富士山が好きということもあり、当初、富士北麓の富士五湖地域での用地取得を望んでいた。しかし、適地がなく、結果として、八ヶ岳南麓の県有地が1938年1月から1940年3月末まで貸与されることとなった。初めて訪れた清里から見た八ヶ岳南麓の壮大な景色、真正面の神々しい富士山にしばらく口が開かなかったという。そして、日本生徒、アンデレ同胞会指導者訓練生鮮寮キャンプ場として青少年訓練キャンプの拠点となったのが生鮮寮であった。年上毛原120ヘクタールに及ぶ県営開墾は1936年8月13日から着手された。1942年に第二次世界大戦のためポールが強制送還されるが、終戦後の1946年には GHQ 将校として再来日する。1947年に斉藤昇山梨県知事の善意により90万坪がモデル農村コミュニティ用地として県有地が貸与された。翌1948年、日本の農村のモデルとなるコミュニティづくりを目指してキープ協会を設立した。この際、拠点となったのが生鮮寮であった。戦後日本において、清里高原のような高齢地での開拓は、雑穀作りを主眼としていた。しかし、ポールは酪農こそ高齢地にふさわしいとの直感があり、農林省から50万円の融資を受け、60頭の乳牛を飼育し始めたものの良い種牛がおらず、うまくいかなかった。1953年には、闘争外で畑作物は全滅に近い被害を被った。このことが農家を甲種農業から現在に至る酪農へ転換させる転機となった。清里の観光地化は1950年代に始まり、登山道が整備され、山梨県営のスキー場、キャンプ場などがオープンした。1960年代には国鉄小海線の北側の県有林が別荘団地と学校寮団地として開発された。この頃、酪農への行き詰まりも発生し、牧場民宿の発達の起爆剤となった。1978年7月1日には、清里に最初のペンションが誕生し、民宿を追い抜く勢いで急増し、1980から90年代にかけては、清里観光のブームが巻き起こり、メールヒエンチックなイメージが形成された。この過程で、生鮮寮は、清里の一大観光研修施設となっていった。2006年9月には、財団法人地域活性化支援センターにより、恋人の聖地に選定された。生鮮寮旧館や生鮮寮、ジャージーハットなどの前面には、X 字のようなシンボルが掲出されている。これは、生鮮寮を創設した日本生徒アンデレ同胞会のシンボルである聖アンデレ十字である。X 字型の十字架で処刑されたとされる聖アンデレに由来する。本館宿泊棟本館コテージ、大阪新館ポール・ラッシュ記念館現在に至るまで、生鮮寮ソフトクリームは、ポール・ラッシュが生みの親であり、生鮮寮を訪れる上で観光要素の一つとなっている。生鮮寮ソフトクリームは、1976年初夏、生鮮寮の喫茶メニューとして作られた。当時250円のジャージー牛乳を使用した濃厚なソフトクリームは、カレーライスが600円の時代には高価であった。しかし、濃厚で美味しいと、八ヶ岳の登山者やユースホステルの宿泊者の口コミで人気が広がった。ありがとうございます。